今日は花岡清舟先生の生誕の地、あとは、診療したところ、門人に教えた場所、そこに来ています。花岡清舟というと、僕は一つ紫雲講を思い出すんですね。紫雲講は保険適用の漢方の塗り薬、これ唯一です。紫雲講、人によっては結構ハマります。とってもいい。で、人によっては嫌います。それは豚豉、豚の脂が入っていてベトベトするんですね。あとはシコンっていう紫のものが入っているので、結構白い下着が、紫になっちゃうんですね。洗えば落ちるんですけども、ですから個人差があります。僕は 30g ぐらい処方して、気に入ったら、必要な量差し上げています。だいたい皮膚の疾患に何でも効くと思って間違いないです。ただ保険病名は痔と火傷。痔は結構お尻に塗ったらいいんで簡単で、喜ばれます。火傷はそんなに使いません。軽い火傷に使うぐらいで、今は物を塗るよりもラップ治療の方がね、結構僕はいいと思ってますから、あまり紫雲講は火傷には使いません。一番使うのはやっぱりアトピーですかね。アトピーの患者さん結構苦労して、ステロイドを減らしたいって人がいっぱいいます。僕は必要なステロイドはちゃんと使えっていう指導をします。ただ必要量が減ってくれば、できる限り他に変えた方がいいと思います。その時の薬が紫雲講なんですね。で、紫雲講にはステロイド一切入ってませんから、いくら塗ってもいいよって話をして、使ってもらいます。問題点は一つだけ、保険病名です。保険病名には火傷と痔しかありません。ですから僕はアトピーの方が見えてどうしても欲しいと言われれば、アトピーによる、熱傷様病変と書いています。そうすると保険審査をする先生も、使っている医師はちゃんと保険のシステムを知ってね、そして精一杯保険病名つけて使っているんだなと分かりますから、そんなメッセージが伝わればいいなと思っています。保険病名は効能効果にある言葉がいくつか、1個でも入っていれば、で OK ですから、上手に皆さんの領域で造語を作ってもらえばいいと思っています。ぜひ、皮膚疾患に紫雲講というのも一つの候補に塗り薬として、加えてください。